セルウィウス城壁は、紀元前4世紀初め、ローマを取り囲んでいた防御用城壁である。壁の高さは最高で10メートルで、基部の幅は3.6メートル前後、前周は11キロメートルである。16の大門があったとされているが、その多くは文献に記されているだけで、遺構は発見されていない。その名称は、王政ローマの第6代の王。 セルウィウス・トゥリウスに由来する。城壁の原型となるものが作られ始めたのは、紀元前6世紀だが、現存する部分の多くは、共和制ローマ時代のものと見られ、アッリアの戦いの頃ガリア人のブレンヌスがしばしば、ローマで略奪を繰り返したため、それを防ぐ目的で建設されたと言われている。ガリア人がローマに簡単に侵入できたのは、王政時代のエトルリア人支配者が城壁を徐々に、 取り除いてきたためと推測される。業界岩の大きなブロックで作られており、初期のローマと葉を競っていたウェイの近くにあったグロッタオスクーラ採石場で採取された石を使っていた。さらに、城壁の前に深い溝を掘って実質的な壁の高さを高くすることも行われていた。地形的に弱点だった北辺の壁は土塁で壁の内側に土を積んで斜面にしていた。こうして、 厚くした壁で攻撃を跳ねつけ、守備兵が壁の上から攻撃できるようにした。城壁にはカタパルトなどの兵器も配備されていた。セルウィウス城壁は第二次ポエニ戦争の際にハンニバルを手こずらせたほど堅固だった。ハンニバルはゾウを引き連れてアルプスを越えてイタリアに侵入し、当初はローマ軍を次々と打ち破って進撃した。しかし、 ハンニバルが壁を破ろうとしたのは、紀元前211年の一回だけであり、カルタゴ軍を引き連れて、ローマを包囲したのは、カプアからのローマ軍を引き付けるための一種の、フェイントだった。この計略が失敗に終わると、彼は軍を引き上げさせた。セルウィウス城壁は、共和制末期から、ローマ帝国諸島まで保持された。その頃には、市街地が城壁の外まで拡大していた。 アウグストゥスが定めたローマの外区のうち2区、3区、4区、6区、8区、10区、11区がセルビィウス城壁内で他の外区は外にあった。ローマは共和制時代から帝政時代にかけて拡大し続けたためローマ自体に敵が迫るということはあり得ずそのため城壁は不要となっていた。ローマも発展し続け3世紀初頭には事実上無防備になった。 しかし、その頃から、ゲルマン民族が、ローマの近くまで迫るようになり、皇帝、アウレリアヌスがより、広範囲を囲む、アウレリアヌス城壁を建設することになった。セルフィウス城壁の一部は、ローマのあちこちに現存している。特に大きく残っている部分は、ローマテルミニ駅の北西端で500人広場の角に、ある。短い区間だが、 マンフレド・ハンティ広場の旧ローマ水族館前やアルビーノ広場にも城壁跡がある。このアルビーノ広場に現存する部分には共和制末期のカタパルトの射出口用アーチがある。エスクイリーナ門はもともとはセルフィウス城壁の門だった。ローマ帝国後期にはガッディエヌスの門と呼ばれラビカナ街道とティブルティーナ街道の起点だった。以下の一覧にある門は 建設当時にあったと思われるもので、生誕から時計回りに記している。ありがとうございます。